元アナの自民党都議石丸伸二氏の選対本部長に党関係者が絶句、けじめをつけるべき理由とは。元テレビ朝日アナウンサーで自民党の東京都議である川松伸一郎氏が東京 MX の番組で自民党関係者が石丸伸二候補を応援したことに驚き、選対本部長の小田善光氏にけじめをつけるべきと述べました。みんなの反応としては川松氏の意見に理解を示しつつも自民党内の自由な応援活動を容認する声が多いです。少数意見としては石丸氏の支援は統一教会と関連している可能性を指摘する声や自民党の戦略的な動きに対する批判が見られます。みんなの反応。自民党は小池都知事を表立って支持や推薦はしなかったけど応援はしてたよね。党として動いてたわけじゃないから他の候補を支援しても問題ないってことだよね。川松さんのおっしゃることもわかりますが、小田善光さんの動きについては東京自民党政権塾の塾長代行とはいえ講師としての立場であり自民党の理念を教える役割とは違うと思います。元塾生としてそう感じます。今回はドトールコーヒーの創業者鳥羽博道さんが石丸伸二氏の YouTube を見て面白いと感じ支援を申し出たことで広がったものです。個人として応援したのであれば党が正式に推薦していない以上責任問題にはなりにくいのではないでしょうか。誰を応援しても自由だけど所属しているところには筋を通すべきだよね。党の意向に反したり敵対するなら処罰されるのも仕方ないと思う。川松の意見はもっともだと思うし、覚悟があるなら叱るべきプロセスを踏んでやればよかったのに。伊達民の弱さは必要な時に党議拘束が機能せず内部から反発が出ることだと思うんだ。だから必要な時には党で決めた方針に従うのは大事だよね。でも今回の都知事選みたいに公式には支持候補を出していないこともある。党議拘束をかける時には一丸となってそれ以外は自由に議論するのが本来の民主主義の形だと思う。自民の強さは派閥による強烈な論争にあるっていう人もいるしね。それに70代のウォルドスタイラーならともかく若い世代の人が秩序を乱して許せないっていうのは組織が硬直してる感じがする。元アナウンサーで43歳で変えていく側にいるはずなのにそういう感性なのは残念だな。田村重信氏は統一教会系の指揮者です。石丸陣営の統制の取れたボランティアスタッフは自民党から外された統一教会の人たちかもしれません。信者が石丸さんの選挙マネージメントを称賛しているのも統一教会のノウハウを使っている可能性があります。石原元都知事も靖国神社参拝の時個人の名前で記帳するけどどうやって肩書きを外すんだいと言ってましたね。個人的に参拝しても都知事が参拝したと受け取られる一人の行動でも個人と肩書きを分けて考えるべきだと思います。自民党は小池氏を公認も推薦もしていない。ただ自主支援の形をとっている。自民党本部と都連も一枚岩ではない。東京都を左翼に乗っ取られないように石丸氏を支援することを自民党が許容していた可能性もある。その戦略がうまくいったかもしれない。石丸伸二は自民党が仕込んだ候補だって話だね。目的は小池、ゆり子のライバル蓮舫さんの支持層や票を奪うためだったんだ。石丸を都知事にするつもりは最初からなかったみたい。自民党は小池、ゆり子を再選させたかったからライバルを潰す戦略を取ったんだよ。それでマスコミやメディアを使って石丸の知名度を上げまくった結果、石丸は2、蓮舫さんは3位になったんだ。そして蓮舫さんをこき下ろす言説を広めて彼女を国会議員に戻さないようにしてるんだ。立憲民主党と日本共産党の共闘を壊すためでもあるし、総選挙の対策も考えた謀略だったんだね。石丸の知名度が上がったから総選挙でも新党や資格候補として使うつもりなんだろうね。自民党の良いところは右にも左にも幅広い考え方があることだよね。結果はほぼ見えてたけど小池さんが勝つだろうって。ただ石丸は大嫌いだけどこの人の存在で小池さんが都政でやるべきことの認識が変わったと思う。立憲民主党は負けて共産党との共闘のあり方など野党の考え方に大きな影響を与えた。石丸は嫌いだけどそのくらいのインパクトがあったんだろうね。さて都知事選も終わったし次は自民党の大改革だよね。安倍さんに問題はあったけど亡くなった後岸田でボロボロになっちゃった統一教会、裏金、パーティー、政治資金の問題は自民党だけじゃないけど全議員が本気で改革しないといけない。
岸田の首をすげ替えながら党も日本も変えていってほしい。自民党待ったなしだよ。藤川選対局長廃止丸をプロデュースし、従来の政治やシステムを利用しつつ維新の支援を断る演出を成功させた。石丸もそれを理解していた。組織的なプロデュースは成功したが、金の支援や流れが気になる。小田氏は萩生田の政経塾の塾長代行で、萩生田と親しい関係にある。だから小田氏が自民党の利益に反することはできないはず。そんな小田氏がなぜ石丸の選挙対策をしていたのかというと、石丸が蓮舫の不動票を奪って蓮舫を沈め、小池を勝たせるためだったのではないか。石丸のネット戦略にもその傾向が見られる。自民党は裏で公明党と共に小池を全力で応援していた。実は小池が萩生田に支援を頼んでいたので、萩生田や小田氏は小池が不利になるような活動はできなかった。結局、石丸は小池を利するために蓮舫に送り込まれた資格で、小田氏が石丸を操っていたという見方が正しいと思う。党にルールがないなら、誰を応援しても自由だと思う。小池さんが無所属をアピールできたのは公認しなかったからで、そのデメリットも受け入れるべき。自民党公認だったら荒金問題で得票が減ったかも。石丸氏が予想以上に票を得て、自民党関係者が驚いている。自民党都議が石丸氏を支援していたことも証言されている。現代ではどの職業でもフリーランスが多く、議員も個人事業主のように自立して活動できる。トップダウンに従わず自分の意思と地域の意見を反映できる無所属議員こそ民主主義の原点かもしれない。静岡県知事選でも似た話があった。浜松市議3人が自民推薦の大村氏候補ではなく、元浜松市長の鈴木候補を応援した。3人は党本部から懲罰を受けたが、間違ったことはしていないと主張している。塩谷盾議員が離党させられた浜松市では締め付けが効かず、地元への利益誘導の観点から党本部に従えない地方議員が多い。結局、本部と現場のギャップが本音の世界を作り出している。時代が変わり始めているとも言えるし、権力闘争とも言える。はっきり言えるのは、自分を推してくれる選挙民と良い関係を持つ議員はその価値観を主張でき、怠け者議員は看板にすり寄る。金の力でしか組織統制できない自民党は変わるべきで、野党も含めて民主政治の根底を考え行動すべきだ。組織に属してるのに別の場所に移動するのは保身に見えるよね。政治でも支持がなくても自由に動けるわけじゃないし。川松さんの投稿をリアルタイムで見てたけど、石丸さん支持者はどう思うんだろうね。自民党の支援があったとも取れるし、西村博之が統一教会の報道キャスターが選挙応援してたって言ってたのも気になる。自民党は小池をステルス応援してたけど、今度林丸にすり寄ってる。小池から知事の座を奪っても、都議会の主要会派は自民党、都民ファースト、公明党。石丸も当選後のフォローを考えて自民党関係者をブレーンにしてるか、逆に取り込まれてるかも。どっちにしても巧妙な戦術だね。石丸氏を応援したことに絶句し、けじめをつけるべきだというのは日本の村八分の考え方そのものですね。表面上は自由と言いつつ、空気を読まなかったから罰するべきというのは暗黙の了解の風習が日本経済を弱くした一因とも言われています。契約書に書いていること以外は自由にしてよいというシンプルな考え方にしていかなければなりません。日本の良い風習は強化し、足を引っ張る部分はグローバル標準を取り入れるべきです。議員さんくらいには当たり前になってほしいですね。石丸氏は党員や学会員だからといって選択肢が制限される政治を変えたいと考えている。だからこそ彼を応援する人がいる。ただ立場上一言言っておくべきだったかもね。石丸氏は既成政党と関係なく支援もないと言ってましたが、実際には萩生田氏の自民党政治塾の塾長代理や統一教会系の番組で選挙演説に登壇してました。東京都知事選挙には大金がかかるはずですが、その資金やサポートがどう準備されたのか不思議です。メディアは石丸氏を新たな風として取り上げてますが、背後の重要人物や組織を追及しないのが怪しいです。これに気づいてる人は少ないでしょう。これは選対本部長だけの問題じゃないし、自民党側も石丸も知らなかったわけがない。石丸の本性がどんどん明らかになってきて、最後には薄っぺらい何かが残るんじゃないかな。そもそも秋田方で何をやったのかも疑問だし、2期目を目指さなかったのは落選が分かってたからじゃない。ネットが注目してるうちに当選しようとしたんだろうね。そして次々と立候補の場所を変えるのは下品だよね。自民党は小池さんを推薦ではなく支援という緩い立場、
都知事選に自民党から候補者はいないし、離党して応援する必要もない。今の自民党に応援されるのは逆風かも。戦国時代みたいに権力争いが激しくて知力が重要なんだね。素人じゃ太刀打ちできないし、上位と下位の差も大きい。選挙のプロはまるで軍師みたいだよ。政治家は同じ党でも意見が違って敵対したり、他の党と手を組んだりすることがあるんだって。ただ石丸氏は無名で無所属だから、各方面に打診するのが面倒だったかも。この件は要するに自分のところに話が来ていないのが不満なんだね。自民が石丸氏を脅威に感じてなかったのは息がかかってるからだろう。受からなかった責任を問うのは派閥争いに近い。自由民主党の自由は自由経済を指しているんだろうね。2010年以降の自民党は国民を自分たちの意向通りにコントロールしたいって感じで、国民に自由を与えたくない統制主義に傾いているのは確かだよ。特に安倍、菅、岸田、河野なんかは国民をバカにしているような態度が目立つし、西村元経産省や加藤にもその傾向が見える。一方で自民党の国会議員は自由すぎて脱税みたいなことを繰り返している人もいるらしい。自分たちは税金を集めて使う側だと思っているんだろうね。国会運営でも国会召集の要件を満たしているけど、いつ召集しろとは書いていないから国会閉会まで召集する必要はないなんて奇弁を弄している。これは民主主義の放棄を宣言したようなものだよ。政治に対する理念が崩壊しているからこうなるんだろうね。少子化で税収が減るのは避けられないから、現状を受け入れて不要なものを統廃合し対策を立てるべきだって意見に賛同する人もいるよね。自民党の議員同士の激しい競争で強い基盤ができた昔と比べて、今の自民党は私利私欲や金儲けに走り、特権階級だと思っている議員ばかり。票をくれる個人よりも献金してくれる企業を優先している自民党はすっかり変わってしまった。石丸陣営のことを言う前に自民党議員は猛省すべきだ。川松都議が知らなかっただけだと思いますよ。自民党と連も石丸氏がここまで躍進するとは思ってなかったんでしょうね。気をつけないと来年の都議選で石丸軍団に狙われるかも。それくらい自民党の看板は錆びついてるし、国民は既存政党に不満であるんですよ。川松、新一郎氏は田村敦氏の聞きたい放題で小池、百合子を批判してたけど、小池氏が当選後に挨拶に来た時は笑顔で迎えてたね。都民に対してけじめをつけるべきだよ。保身が過ぎるし、小池氏にとっては他の候補者を応援する自民党関係者がいた方が都合がいいんじゃないの。2021年の千代田区長選挙で自民党 OB の区議会議員が内田茂元自民党東京都連幹事長の支援を受けた樋口貴明氏を応援しました。自民党東京都連は別の現職区議会議員を推薦していましたが、内田氏らの行動が問題視され処分を求められました。一方、海江田、万里氏率いる千代田区立民党は自主投票を選びました。政治って本当にいろいろありますね。小田氏にけじめをつけさせるのはいいかもね。自民党の分断や破壊の始まりになるかもしれないし、小田氏に恩義がある若手も多いし、特に高市氏以降の世代かな。党自体はもうボロボロで、年寄り議員が私利私欲で地位を守ってる。下手なことすると有能な若手が離党して新党を作るかもね。石丸伸二の選対委員長小田善光氏は自民党都連の東京自民党政経塾で塾長代行をしてた。小田氏の妻は元自民党衆議院議員の深谷高氏の次女。石丸伸二の正体が見えてきた。行政の長にしてはならない人物だ。石丸氏の選対本部長小田善光氏は選挙の神様と呼ばれる老獪な方。自民党の関与は不明だが、今回の選挙は人、物、金を使った昭和の選挙だった。ネットの力は関係なく、街頭演説でも政策を言わず、1箇所10分で1日10箇所を回る作戦は見事だった。自民党は小池さんに公認や推薦を出してないけど、小池さん側から断られたんだよね。それで勝手に応援団ができたみたいだけど、マスコミが毎日報道してたからバレバレだった。党議拘束はかけたのかな。維新の都議が維新を辞めて応援してたけど、潔いと思った。でも党からは卑怯者とか裏切り者って言われてたよね。自民党は右から左まで幅広い考え方があって、懐が深いって言われてるけど、他の選挙区でもいろいろやってるし、今更って感じだよね。今の自民党なら泥線から降りるのも不思議じゃないよね。田村氏が演説を聞きに来てたのを見かけて演説させたらしいけど、石丸氏は田村氏を知らなかったって。統一教会に絡めるのは石丸氏の足を引っ張りたいだけだよ。自民党が蓮舫を落選させるために石丸氏を擁立したんだろうね。石丸氏は知名度が低くて当選は難しいけど、
小池当選のために立候補を頼まれたんだって。落選するけど TV 番組に出られる条件があったんじゃないかな。自民党、マスメディア、小池、石丸が裏でつながってるから、私たちが彼らのやり取りを感情込めて見るのは無駄だよ。石丸さんが第二自民党、隠れ自民党であることは小田さんと田村さんが関わっている時点で確定です。特に小田さんは萩生田さんとも関係が深いです。石丸さんは秋田方市で2期目の当選が難しいと見て、小池都政批判の受け皿になり、小池さんの対抗馬の票を減らすことで知名度を上げる計画です。都知事選ではその目論見通りに進み、石丸さんは知名度を上げることに成功しました。元アナの自民党都議も石丸さんに自民が絡んでいることを都知事選の時から知っていたはずです。何を今更って感じですね。選挙前に自民党関係者を起用しつつ政治や思想とアピール、もっと早く報じるべきだった。小田も田村も元安倍派で、萩生田が石丸と小池を両天秤にかけて、どちらが勝っても元安倍派を再興しようとしたんだね。小池さんは自民党都連の方針に違反したけど、結果的に自民党のためになったよね。蓮舫さんを3位に落とせたし。だから処分があっても軽い戒告とか党則の巡視勧告レベルだと思うよ。石丸氏の裏事情が次々と暴露されてる。振り返ると彼はネットの草の根パワーで有力候補になったわけじゃなく、自民党を含めた組織選挙で有力候補になった人だった。バックについてる人たちは虚名に惹かれそうな口八丁で生きてるイメージ。本人も地に足がついてない。元市長で行政経験者で組織力もあったから、今回の結果はある意味当然。でもそれでもこれしか取れなかったのかも。自民党は小池氏を応援しつつ、実は蓮舫氏を追い落とすための行動だったんじゃない？党として誰も支持しないなら、各候補者の選挙活動に手を貸してもいいと思うよ。例えば小池の選対に自民党都議、石丸の選対にも自民党都議が入るとかね。有権者に政治に興味を持ってもらいたいなら、政党として何も支持しないと公言した後に、所属政治家がそれぞれの信念で誰かを応援するのはむしろ望ましいと思う。都知事選挙に対して都議が無関心でいるのは正しいのか疑問だよ。小田氏はけじめが必要だけど、石丸フォロワーとして無所属を明言し、自民党筋の噂を否定してくれたかは待つ。新一郎に感謝します。自民党が候補者を出せなかったから誰を支持してもいいんじゃない。蓮舫さんを落とすためには小池さんを支持した方が得だと思う。この記事からすると蓮舫さん支持だったのかな。自民党が小池さんを支持したら彼女は落ちると見てたんだろうね。石丸さんなら支持者が増えるのかも。参院を受け入れられないから書いてるの？蓮舫さんは早く立候補表明して政策を発表して都民のために何をするか言えばよかったのに。選挙違反になる。小池さん批判のためだけに立候補したみたいで都民の生活を考えてたの？蓮舫さんも小池さんもばらまき政策ばかりで都民の収入を増やす具体策や正社員を増やすことはなかった。実績があるわけ。小池さんが支持されたけど未来の不安じゃなくて今の生活苦を何とかしてほしい。石丸さんには2人にはない期待感があったんじゃない？若者の支持者が多いし。党として支持している候補者がいないなら個人として誰を応援してもいいじゃないか。後から文句を言うなら最初からどの候補者を応援してはいけないと決めておけばいい。自民党が偉そうに言うことじゃないし、文句があるなら現職の自民議員に言ってくれ。自民党の都議の言い分は真っ当で、政治家業界に統制や反省が欠けている中で再生の希望が見える。当チャンネルの意見としては、自民党の内部での意見の相違や個人の応援活動については、党の公式な立場と個人の自由のバランスが重要だと考えます。川松氏の指摘も理解できますが、個人の応援活動が党の方針に反しない限り責任問題にはなりにくいのではないでしょうか。